もしもし。松金組の東だ。ああ、親父さんどうだった？愛そうか。カムロ菊の屋って料亭がある。町からちょっと外れた隠れ家だよ。そこにタクシーで行け。親父はもう行ってる。カムロ菊の屋だな。あんまり親父を待たせんなよ。行くぞ。どちらまで行く？それでは。親父、お見えになりました。ああ、どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。はっ、カイトは組やめて以来か。へい。親さん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは。その前に乾杯くらいしようじゃねえか。な？確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、ターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって？羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は？俺は知らねえ。あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。ああ、Another crossing, I'm sure. おやじ、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら？あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはない。 And now I ask you for the one thing. そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやさんに恩知らずと言われようが譲れない。親父の命令は
にとって絶対でした。でも俺は今、There's too much shit going on, man. 八神探偵事務所の人間です。ああ、そうだな。おやっさん。東。へい。腹くくれ。てめえは松金の人間だな。もちろんです。証明しろ。He's not gonna do it. バカ野郎。なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。I love it. 今そんな説教するかね。行くぞ。Pretty easy. 行くぞ、ターボ。大したもんだな、お前ら。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ、俺は。なあ、そうじゃねえか、ターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、いい加減しつけんだよ、クソガキ。でねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。Hey, it's how all became friends. もう顔合わすたびにこれですわ。若いの、おめえカイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ、小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえ。Head down the same path, kid. うるせえ。
分かったような口聞いてんじゃねえ。分かるんだよ俺には。若い頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目で分かる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら、今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。I'm pretty sure he thinks he can win, that's why he keeps doing it. Just for the record. ああ、ハムラは殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな。ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことはねえよ。モグラの顔を知ってんのは羽村だけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気が。Obviously. ええ。だがもし羽村やモグラを追ったとこで奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。おやさん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。羽村あっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何度も言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組は羽村の仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？
そのつまり俺の言いたいことわかるか盗聴しようってことか例えば Like that's right there. でもあんなところに盗聴器仕掛けるってあれだけ暴れちまったんだ捕まったらマジで殺されるぞああだからうまくやるには窃盗団張りの腕前。And we have a hacker friend. ああなるほど杉浦にやらせるのか杉浦には俺から連絡しとくその代わりお前は盗聴器の手配だえせいぜいいいの探せよ 手に入れたら事務所で合流だ。Yeah, of course everybody's over this thing. I didn't need that map tip. The ones where it's like, oh, go do something random and stupid to figure out what to do. Those are tough. You want me to find my internet cafe hacker buddy? That's easy. The gang's here. There's tons of them now. So I found that at some point. These come up a lot. They give you kind of crappy items I don't really think I need anymore. Or if there's ever a use for them, I don't know. And all it really does is, if I leave the threat in here, and not kill any of the head boss guys, there's way more random side fights like this. And along with that, the guy that sends you a text message gets real upset if you kill none of the bosses. He's like, people's lives were endangered. You're a bag of stink. But beyond that, nothing really happens, so it doesn't really matter. And since it doesn't matter, I don't usually care anymore. Like, if I was fucking around, just running around the city, I'd probably go do it, but there's no reason to right now. But the little base level fights are too easy. Am I really not just far enough away to get that game? Sometimes we can like sneak out and get the fight canceled. There we go. Like that. Yo. Yagami-shi, kondo wa nan desu ka na? Amari ooki na koe ja ienai nda kedo sa. Touchouki ga hoshii nda. Tsuku mo soui no kuwashiku nai? Kuwashii ni kimatteru desho. Boku wo dare da to omotteru ndesu ka? Da yo na. 材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料って、お前の手作り？メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけに、お友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは？すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？ なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから。矢上氏はお金だけ用意してくださる。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。チャンプチェンジ。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。では。 お金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。So luckily I'm a billionaire from doing all the side stuff when I get bored. So we don't even need to worry about walk away. お金。 Just pay him off. では完成したら。わかった。 And we're out of the city.